はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はですね、こちらです。北雪の日本酒、日本酒ですね。北雪。これ以前飲んだのが、なんか、超辛口ってやつだったんですが、今回は普通の、通常の、普通酒。かな。うん。金星っていう。金星。北雪。金星。佐渡の酒。北雪。金星。アルコール度数15度で、原材料名が米加工国産。米麹加工国産米。と醸造アルコール。精米部合が、かけ米 60%。違う。麹米 60%。かけ米 65%。株式会社北雪酒造。新潟県の佐渡市の会社です。ね。はい。今回はですね。これ何かというとですね。これ大根ではございません。今が旬の、新玉ねぎ。これを味ぽんで、いただきたいと。ね、5個ね、ちっこいの、中くらいのやつかな。5玉で、300円だか200円だか。300円だったっけ ?200 円くらいだったっけ。うん。新玉ねぎ、薄くスライスした、ね、やつです。これをピャーっとかけて、味ぽんをかけて、いただきます。多分ね、新玉ねぎが辛くないんじゃないかと。確か。もうで、直接多分食べてもいけると思うんですけどね。そんじゃ、乾杯。ああ。うん、でも結構辛口だな。うん。そんじゃ、いただきます。うん。あ、普通の玉ねぎが全然辛くない。前、普通の玉ねぎ、スライスして食べたらむちゃくちゃ辛くて、もう冗談抜きで、辛すぎて食えなかったっていう。本当に悶絶しながら食ったっていう。うん。あ、これは全然あれだ。うん。これはかなり辛い。うん。けど、うん。全体的に甘くて、甘めですね。美味しい。北雪。日本酒と。ググってみましょう。北雪の、金星だったな。北雪金星、創業の酒。熱燗コンテストの2013で、お値打ち熱燗、違う、燗酒コンテストか。お値打ち燗酒ぬる燗部門最高金賞受賞だって。日本酒度がプラス7。酸度が 1.2。アミノ酸度が 1.0。水質が軟水。うん。おかんでも冷やでもお楽しみいただけます。キレが良く、飲み飽きしないスッキリとした辛口。おかんから冷酒まで幅広くどんな料理にも合う最高の食中酒です。だそうです。うん。うん、これは美味しいですね。うん、スッキリしてて。うん。うん。
これうまいわ。あ、これ久々にうまいな。日本酒。久々にうまい。うん。まあ、厚感、うん。俺、缶はあんま好きじゃないんだよな、基本的に。缶酒はね、あんま好きじゃないんだよ。うん。うん、うまい。うん。これ超大辛口よか、うまいな。超大辛口のやつよか、うまいな。うん。これ美味しい。普通にうまい、これ。うん。辛口で、なおかつ、キレが良くて。うん。これもうちょっと冷やせば、うまいな。常温じゃなくて。冷やし目でいった方が。うん。あ、これ美味しいわ。これ美味しい。うん。日本酒でもプラス7なんで、まあ。うん。前飲んだ、キリン？ホマレキリン。ホマレキリンが日本酒の何だったっけ？このホマレキリンがね、来月が、確か来月のいつだったかが母の日なんで、このホマレキリンをね、今度、母の日に、ね、母さんにやろうかなと。ホマレキリンの 720ml ですね。うん。でもこれも美味しいですね。うん。うん。でもホマレキリンの方がうまいな。ホマレキリンが日本酒度がプラス10らしいんで。これよりかもうちょっとやっぱ辛口の方が。辛口やっぱ味がこう、結構米の味がこれするんだけど。うん。もうちょっと俺、水っぽい方が好きなんですよ。もっとキレがいいっていうか、味がこう、なんていうかな。これちょっと濃厚な方なんで、もうちょっと淡白なやつが。好きなんで。うん。ね、この、キリンの辛口、別煎辛口がね、ホマレキリンの、これの 720ml が売ってるとこは、発見したんで、うん、まあ、スーパー、うん、スーパーにね、売ってました。てか、イオンに売ってた、イオンに。イオンがなんだかんだで結構酒の種類もあるんだよな。うん。うん。うん。うまい。味ぽんがなかなかいい。いい味だし、うん、さすが三つ缶味ぽん、三つ缶味一本ゆずぽんってやつね。味ぽん久々に飲んだな、これ。飲んだっていうか使ったな。北雪、北雪、うん、あ、これうめえな、結構うめえな、なんかと
なんか食べて、食べながらうまいね。うまい。まあ、あと、玉ねぎ、あれ、4つ?あと5つ。確か5つだったはずだから。あと4つぐらい残ってる。でも、まあ、あれなんだよね。新玉ねぎは、すぐ食わないと、悪くなる。新玉ねぎはね、常温保存だよな、これな。うん。保存方法。密封と冷蔵庫は禁止だって。風通りが良い場所の保存だって。ええ。ああ。新聞紙で。ああ。うん。新聞紙でくるんで、だそうです。まあいいや、毎日食えばいい。まあ一週間持つだ。うん、うまい。普通の玉ねぎには全然違うわ。本当に味が。全然違う。うん。普通の玉ねぎマジ食ってみ。生でスライスして。辛すぎてマジで本当に、冗談じゃないよ、あれ。本当に冗談じゃないほど辛い。俺辛いの好きだけど、あれは本当に、冗談じゃないほど辛い。本当に別な部類の辛さだけど、うん、恐ろしいほど辛いからね。あと辛いものとするとは、あれも辛いな。ニンニク。あ、ニンニクだっけ?ニンニクだっけな。生のニンニクは本当に辛いですよ。うん。実は生のニンニクってめっちゃ辛い。うん、生ですりおろして食べるとものすごく辛い、うん、これはね新玉ねぎはね全然辛くない、うん、あー、うまかった。これうまいな。ふぅ。まあ本来普通の玉ねぎっていうのはあれだからな。炒めて甘くなるんだよね、炒めるとね。火を通すと甘くなるんで。玉ねぎはかなりいいらしいです。健康に。へえ、本当になんかめちゃくちゃあるみたいですよ。ああ、玉ねぎは殺菌力があるとかある。確かにね、殺菌力あるわ。へえ、玉ねぎすごいね。
めちゃくちゃいいらしいですよ。ただ、異常なほど辛いんで。まあ、多分、ね、熱を通せばまあいいと思うけど、なんかそしたらなんか、そしたらって、あれだよね。ちょっと良さが失われる気がするよね。かといってさ、生で食うと死ぬからな、本当に。常識じゃ考えられないほどの辛さだからね。俺一個丸々、一玉丸々食おうと思って、前、食おうと思ったけど、食えちゃったっけな、あれな。捨てたんじゃなかったか、あまりに辛すぎて。確か。限界があるね。あれ、限度がある。もう辛いとか、もう鼻がツーンとくるんだよね。大体。で、目にもう涙を浮かべつつ、食ってたけどね。あれはきついわ。ちょっとこれコクがあるんだな。甘みは、まあ、ない。じゃない。か。こんなもんかな？これ美味しいです。これは美味しい。はい。3234です。ご視聴ありがとうございました。